最近ね購入しましたポケモンの、新商品を、たくさん買ってきましたので、開けてね見ていきたいと思います。映画に合わせたグッズっていう風になってるみたいで、ポケットモンスターココという映画のようですね。一番手前のこちらが指人形ですね。毎シーズン出てるっていうんですかね、1年に 2,3 回もっと出てるのかな、まあ、よく出ていて昔から自分も集めていたもの、指人形です。今回は、劇場版ピカチュウ、セレビーの色違い、あとバイウールという3種類を買ってきました。でこちらは、ポケモンスタイルフィギュアといって、全4種類のうちの、自分はセレビーがねすごく大好きなので、セレビーの色違いと劇場版、ね、ピカチュウ、ピカチュウやっぱり外せませんよね、主人公だし。はい、で最後こちら3つ目が、ウェハースチョコ、ムービーバージョンの、全24種類のシールが入っているものという風になっています。ウェハースはあまり興味がなくって、中身のシールだけ欲しいんですけど、これ確か前回のニュースの逆襲の時も確か買ったやつだよね。多分同じ感じの、商品だと思います。でウェハースチョコは中身一緒だと思うんですけど、パッケージが2種類ありまして、こんな感じでセレビーがねいるものと、こっち側はまあピカチュウメインのものということで、自分はセレビー好きなんで、セレビーの方3パックと、ポケモンのピカチュウの方ね、ピカチュウを2パック買ってきました。はい、数がね今回は結構いいので、まあちゃちゃっと見ていきたいと思います。ではまず手前のこちらからいきましょう。はい、上面はこんな感じになってまして、まあピカチュウと今回セレビーがやっぱりメインなんですね。これ可愛いなと思ったのが、ピカチュウがなんかホエル王のなんか水筒みたいなものを持っているんですよね。それがとっても可愛い。で帽子もかぶっています。耳がねイラストと違って耳が、片耳がねこう下に折れている形になっている、このピカチュウはなかなか珍しいんじゃないでしょうか。でセレビーはこちら、これ以前ともしかしたら持っている、以前ね、セレビーの、指人形って出ていたと思うんですけど、多分それの、ね、本当に色違いってだけだと思います。なんかポーズもこんな感じのポーズだったような気がするので、昔ですけどね、すごい昔買った時に持ってたなっていう、またいいよねピンクっていうこの色が。でラスト3匹目こちらバイウール、こちらは多分新キャラですね。自分は最近の、剣と盾をちょっとやってないので、このキャラクター初めて見たんですけども、多分おそらくウールっていうね、あの可愛い羊の進化系かなっていうふうに思って買ってきました。まあ出たっていうのは知ってたんですけど、なかなかね売ってるとこを見つけられなくて、コンビニをね3軒ぐらいはしごしてやっと見つけました。っていうのもやっぱセレビーとねピカチュウ人気ありすぎたみたいで、売ってるとこがなくってですね、なんか本当に全然わかんないこの花が残ってたりとか、なんか微妙なキャラクター、他のあまり自分的には微妙だなって思ってるキャラクターたちばっかり残ってて、この3体はねどこにも売ってなくって、この3軒目でね全部売ってたので、もう思わず買ってしまいました。はい、中身を見ていきましょう。じゃあまずセレビーからいこうかな。めっちゃいい感じ。実際こんなセレビーぽっちゃりしてないんだけどさ、この指人形のさセレビーめっちゃ可愛いよね。はい、お、何も入っていない、まさかのこれでおしまいなのか。お、最近のやつはもう予算の都合なのかわからないが、前カード入ってたし、その次シールが入ってたような気がするんですが、今回は何も入っていないようです。まさかの。せっかくならなんか映画の宣伝してるカードぐらい入ってて欲しかったですね。はい、セレビーめっちゃ可愛いです。塗装も、まあ綺麗だと思います。ちょっと見づらいかな、目の縁のところはちょっとガタガタってなってるけど、まあ共有範囲ですね。とても可愛い。いいね、ピンクだとなんかさらに妖精感が増した感じがしてとっても可愛い。はい、ピカチュウはかわいいピカチュウは圧倒的主人公感がやっぱね素晴らしいですね。もう安定ですね、かわいさが。このホエルのところもちゃんと細かくペイントがされていてとてもかわいいです。さすがピカチュウ、いい感じですね。ペイントっていうかな、塗装はありませんが一色だけど、縫い目とかがちゃんとねあるのがいいですね。モノクロのキャラクターってやっぱちょっとかっこいいですよね。思ってたよりかはサイズがちょっとちっちゃめではありましたね。もうちょっと大きいのかなというふうには思ってましたが、まあピカチュウたちとサイズ感が合うようにしてるんだろうか、だいたいサイズが一緒になるようにしてるからか、バイウールは思ってた以上に、ちっちゃいですね。でもまあとても可愛い。なんか牛のような模様がついている羊ということで、かなりね変わったデザインになっていますね。この角の部分もかっこいいし、イケメンのねキャラクターじゃないでしょうか。とてもかっこいいです。うんうん、人気ありそうですよね、このキャラクター。スタイルフィギュアの方を見ていきたいと思います。ピカチュウですね、まずは。あ、ガムが入ってますね。ガムが入ってて、あれ、なんか色違くない？指人形とちょっと色が違うガムが入っていました。はい、ピカチュウはこんな感じで。おー、クオリティがすげえ。すごいクオリティじゃん。
まあ、値段なりなんでしょうか。ポケモンの、こちらの指人形が、1個180円だったような気がするんですが、こちらはね、380円という、まあ、200円アップということで、まさかのね、かなりのクオリティがアップしちゃってますね。まあ、指人形はね、もともと製造する段階で、この穴を開けなくちゃいけないっていうね、製造段階でこう、パーツがね、結構こうくっついてなくちゃいけないんですけど、これは後付けができるフィギュアなのか、尻尾もこんな離れてるし、葉っぱの上に乗ってるデザインもとってもいいですね。ピカチュウの目がちょっと大きすぎるような気もしますが、とても可愛いです。ピカチュウです。おお、横に並べてみると、やっぱりだいぶ顔が違うよね、ピカチュウの顔。俺的にはやっぱこっちの顔の、指人形の顔の方が好きかな。個体差なのかな、これ。もしかしたら。だってさ、違うよね、顔が。結構顔違くないこれ。はい、ではお次はセレビですね。おお、セレビめっちゃいい感じ。このシリーズ台座がついてるんですけど、立てないキャラクターは毎回ね、その台座がクソダサくって微妙だなと思ってたんですけど、今回の台座はね、結構良さそうなんですよね。煙っぽい感じの土台になってて、めっちゃなんか邪魔しない感じになってていいですよね。はい、セレビのフィギュアはこんな感じ。あ、可愛い、めっちゃ可愛いねこれ。おお、クオリティやっぱ高え。の部分がちゃんと浮いてる感じがね、とてもいいです。めっちゃ可愛いです、セレビ。いいね、やっぱデザイン好きだわ。でこれを、くっつけるのはこうかな。こんな感じで座らせてあげる感じになるんですね。あ、めっちゃいいじゃん、可愛い可愛い、素晴らしいクオリティだと思います。はい、ではラストこちらもね、5個開けていきたいと思います。まあ、正直何が出てもいいなっていう感じなんですけども、できればやっぱもう色違いセレビのシールが欲しいです。可愛いね。このピカチュウのシールでもとてもいいと思います。まあ、あとはね、多分ね、出ても分かんないキャラクターがいるかなっていう気もしちゃうんだよね。で今回も、裏側を組み合わせてイラスト完成させようっていうふうに書いてあるんですけども、前回繋がった記憶がないんですよね。裏にもなんか別のキャラクターがいて別に繋がらなかったような感じがするんですが、まあ、繋がるシールもあるよということなんでしょうか。はい、ではね、開けていきたいと思います。で、シールはどこだ？裏側？この中？あー、あった。やっぱり、粉だらけです。やだな、粉だらけはやだな。はい、裏面はこんな感じ。あ、つながりそうなシールですね。本当だ、今回は。今回はつながりそうなシールになっています。やばい、めっちゃ手が粉粉。まあいいや。裏側？あ、懐かしい。アリアドス。めっちゃキラキラシールだ。なんか懐かしいね、このキラキラな感じ。アリアドス、23番。ということで、24種類中の23番ということで、結構後ろの方が出ちゃいました。シールの位置が、ウェハースの下に入ってるんだね。それやめてほしいよね。ちょっとせめて別のとこに、あ、ニアスだ。はい、ニアスと、あ、これモルペコっていうキャラクターだね。はい、ブラッカー見ましょう。これラッキーかな。じゃん。お、あ、懐かしい。そうなんす。あー、懐かしい。これ今はいないキャラクターなのかな。昔さ、これロケット団が持ってたキャラクターだったよね。あ、知らないキャラクターだった。こっち上はフライゴンだよね。下はなんだろう、わからないキャラクターだった。はい、ブラッカーは、あ、わかんないキャラクター来たね。バルチャイだって。最近のポケモンだよね。これ多分初めて見た。このポケモンは今回のポケモンなのかな。あ、なんだっけ、このキャラクター知ってる。ゴンベだ。ゴンベとラッキーって感じだね。あ、なんか繋がるのかな、これ横が。はい、後ろはじゃじゃん。あ、フライゴンでした。フライゴン人気あるよね、このキャラクター。はい、ラストです。あ、ピカチュウもセレビも出ない感じで終わりそうですね。ラストは一体何が出るでしょうか。よいしょ、せーの。え、ボールだ。はい、下は、あ、なんだっけこのキャラクター、エルフーンだっけ。エルフーンだよね、多分そんな気がする。後ろはラッキーでした。おお、知ってるキャラクターではあったからよかったな。はい、ということで今回のね、5枚は、ラッキーにフライゴン、バルチャイにソーナンスで、アリアドスという5枚でした。まあ、正直目当てのポケモンではなかったですが、懐かしいこのシールっていう感じがしますね。今回の開封はこんな感じで終わりましょう。とても可愛くて満足する結果ではありました。いいですね。あ、セレビのフィギュアがね、2つともゲットできたのがとても嬉しかったです。いやー、よかったなこれ。ほんと実はね、これ保存用にももう1個ずつね、セレビとこっちのセレビ、両方ともセレビは2個ずつ買っておきました。なのでね、いやー、もしこれ飾っといて汚れちゃったとしても安心ですね。っていう感じで保存用も1個ね、買ってあります。そんだけね、すごい好きなんですよセレビ。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。